フォルツァスタイル編集長の星葉です。今日はラルフローレン表参道にやってきました。以前からですね、この愛用しているこのラルフローレンパープルレベルのスーツなんですけど、久しぶりにまたスーツ着たくなりまして、せっかく着るなら本当にいいスーツを着たいなと思って、今日は究極のスーツを作りにやってきました。早速行ってみたいと思います。こんにちは。こんにちは。いつもお世話になっております。相変わらずやっぱりこのね、ラルフローレンパープルレーベルのこのコーナーって本当に素敵ですよね。ありがとうございます。空間作りというのもラルフローレン本当にこだわっている点なので、そこに気づいていただくととても嬉しく思います。編集長という職業柄、いろんなブランドの、例えばショップですとか、その他の空間とかに行くんですけど、僕個人としてはこのラルフローレンパープルレーベルのこの部屋に入ってくるっていうのが実は一番好きで、スーツもたくさん置いてらっしゃいますし、それからいろんなね、名優とか俳優とかの写真とか、スタイリングもラルフローレンのスタイリングって見るとやっぱり参考になることが非常に多くて、これ見てるだけでもなんかこう洋服のなんかこう美術館というか博物館に来てる感じがして、で落ち着いた室内というか、なんか安心するんですよね、いつもね。改めて、ラルフローレンはいろんなラインがあると思うんですね。このパープルレベルのラインというのはどういうものなんでしょうか。はい、ラルフローレンパープルレベルとは1995年ラルフローレン自身が本当に着たい服を作りたいというところで始まったレベルでございます。ラルフローレンの中でも一番のラグジュアリーラインとして、特にスーチングラインとかジャケットとか、パンツとか、ここに置いてあるものですねが一番力を入れておりまして、今日も着てらっしゃると思うんですけども、現代的なデザインとそしてクラシックなデザイン、それを融合させたものを作るところで、工場とかもすごくこだわって作っているのがパープルレーベルになります。日本だと4カ所のみの展開でございますね。そうなんですね。はい、秋冬のスーツ、はい、ぜひちょっといろいろ作りたいなと思ってるんで、アドバイスよろしくお願いします。もちろんでございます。どうぞ、ではこちらのソファーおかけくださいませ。はい、ラルフローレンのこのパープルレベルのラインにはスーツのオーダーっていうと何方かこうあるんですか、バリエーションみたいなの。そうですね、ラルフローレン本人がやはりこのモデルがタイムレスで、そして現代的なパープルレベルにふさわしいデザインだということで何方かご用意しております。はい、まずは一つ目のグレゴリー。グレゴリー、はい、はい、これはどういったような特徴があるんですか。はい、一番このマネキンと星葉様着てらっしゃるモデルなんですけども、はい、肩パッド結構しっかり入ってますよね。そうなんです、はい、英国のスタイルの中に作製はイタリアになってまして、はい、クラシックの中にどこか現代的なモデルが入るような、一番ラルフローレンのパープルレーベルの中でイギリス寄りなんですけども、はい、こちらはイタリアという看板モデルでございます。あ、看板モデルがグレゴリーなんですね。はい、確かに着るとすごく、なんていうんですかね、パッドとかも入ってますし構築的なんですよね。そうです。ただ生地が結構柔らかいものを使用されているので、はい、着てると着心地がすごく良くて、はい、背筋がぐっとこう伸びるんですよね。他のスーツと違うなって感じる部分なんですけど、アームホール結構ちっちゃいんですよ。はい、鎌も上にあって、で腕の筒も細いので、はい、ラルフローレンのスーツ、このグレゴリーを着てるとめちゃくちゃスタイルがよく見えるんですよね。なんか、僕いつもだいたいサイズ46とか48で、肩幅を48にしてウエスト周り46にするっていうパターンが結構多いんですね。はい、でもほとんど僕直しがなくて、肩は多分綺麗に入って、でしかもちょっと肩幅が広く見えるんですよね。はい、でウエストがこう細くこうシャープに見えるという、ちょっと不思議なラインで、本当に今日こそなんかこうかっこよく決めてこうみたいなビジネスインの時に、一長羅として着ることが多いんですよね。なんか、はい、肩パッドあるものって結構本当にアームホールすごい取ってたりとか、身幅がすごい太かったりとか、はい、腕が太かったりとかして、どっかクラシックすぎてしまって敬遠される方多いんですけども、そこに細さだったりとか、腕の形というモダンさが加わったのがこのグレゴリーでございます。なるほどね。はい、やっぱこれかっこいいですよ ね、はい、やっぱり一番パープルレベルの中では人気のモデルですか。人気のモデルで、はい、そして2つ目で一番手前のこちらのピークドラペル、はい、ピークドラペルじゃないモデルもあるんですけど、形としてはケント、
ケント、はい、こちらもあの看板モデルの一つでございます。あ、そうなんですね、はい、グレゴリーとケントの違いっていうのはどういう部分なんですか。はい、一番の違いとするならば、より肩パッドを薄くしてソフトにしているところで。あ、そうなんですね、はい、グレゴリーはじゃあ肩パッドが入っていて、はい、このケントに関して肩パッドが薄くなっていて、そうですね、ちょっとナチュラルショルダーになるっていう感じですかね。そうですね、ただイタリアのようなあの袖山をほとんどなくしてしまうような形ではなくて、あの着てみると英国調な感じはするんですけども、あの着心地はよりあのイタリアのよくあるあの仕立てに近いような、もう本当に着てる感じがしない。へえ、はい、そうなんですね、はい、このラインは着たことないんで着てみたいですね。そうですね、あのやはりグレゴリーとかの方があのパープルレーベルの既製品では多く作ってますので、はい、あのケントではオーダーで作るにはなかなか意義があるというか、珍しくオンリーワンに近いようなモデル作れるかなと思ってます。なるほど、はい、まあ、人それぞれね、肩のね好みって出ますもんね。そうですね、肩パッド入れる入れないとかね。そうです、 肩が広いね、広くないとかね、はい、ありますもんね、はい、あと撫で肩とか。そうです、そこに応じてあの実際にあのお客様に試着していただいて、どちらの方があの相性がいいのか比べていただいて選んでいただくのが、こちらのグレゴリーケント、看板モデル2つであのスーツはご提案させてもらいますね。なるほど、はい、その他にもあるんですか。はい、もう本当にさまざまなあのジャケット類あるんですけども、はい、看板モデルとしてはあともう一つ、こちらのハドレーというモデル。ハドレー、はい、これは今一番最初に紹介していただいたグレゴリーケントとどう違うんでしょうか。こちらはもう完全に肩パッドをゼロにさせていただいて、そしてあの袖山もすべてあのゼロにさせていただいてます。確かに袖山ないですね。そうですね、なのであのスーツというよりもジャケットに使われるようなモデルなんですけど、ただあのこのモデルであのスーツを作るというのもあの、まあ、ビジネスシーンではちょっと厳しいかもしれないんですけども、すごく素敵なスーツが出来上がります。よりリラックスして着るシーンでっていう感じなんですかね。そうですね、じゃあ例えば朝とか使った、ああ、おっしゃる通りですね、リゾートスタイルの時の、はい、なんかちょっとジャケットみたいな時は、はい、このハドレーを使うと、はい、いい感じに仕上がると。おっしゃる通りです。なるほど、じゃあオンタイムで行くんだったら、やっぱりこうグレゴリーか、はい、このケントっていうところがいいって感じなんですかね。そうですね、こちらがそしてラルフというモデルになります。これって、はい、もしかしてラルフローレンさんご自身が着てる形ですか。おっしゃる通りで、一番のポイントであるアンダー掛け。そうですよね、下一つ掛けですもんね、はい、6つボタンダブルでも下一つ掛けで、はい、ラルフローレンさんご自身が着てるやつって肩パッドもちゃんと入ってって、はい、なんかあの V ゾーンも少し深めのようなイメージなんですけど。そうですね、まさにこれが。まさにすごいな、ご本人着てるやっぱりモデルも絶対あるんですね。あります、やはりちょっとこだわりということで、はい、こちらはハンドメイドのみで作らせていただいて。これハンドメイドのみ。はい、うわすごい。どうしてもあのラルフ本人の名前がつくというところで、はいはい、下一つ掛けだからこういうふうハの字になってるというか、逆ハの字、はい、すごい綺麗ですね。そうですね、スーツでいくならばこの4つのモデルがあのやはりグレゴリー、ケント、ハドレー、ラルフという感じなんですね、はい、なるほど。早速ちょっとスーツ仕立てるにあたって生地とかも見せていただいていいですか。もちろんです、はい、では生地ご用意させてもらいますので。はい、はい、お待たせしました。はい、結構ありますね、はい、今回スーツご希望ということで、はい、スーツにふさわしいかなという生地を、まあ、本当はもっといっぱいあるんですけど、お札に絞ってお持ちしました。今見て驚いたんですけど、はい、このラルフローレンのワンチブックって、はい、とっても柄が綺麗ですね。他のメーカーとかでオーダーメイドとか、ね、パターンメイドするといろいろ逆にありすぎちゃって、はい、どれが本当に。そうなんですよね、はい、迷っちゃうんですけど、選んでる生地が全て端正です、はい、すごいですね。もう本当にあのラルフローレンとしてパープルレベルとして、はい、この色がふさわしいだろうというところで、色合いとかも全てあの絞らせていただいてます。なるほどね、はい、だからだ、これはラルフローレンならではですね。ありがとうございます。素晴らしい、僕ちょっと感動しちゃったこれ。ありがとうございます。あのそこに気づいていただくのも本当私たちも本当嬉しいですね。シンプルなバンチブックには一応なってるんですけど、あの作れるアイテムというのは結構幅広いんです、はい、というと実はあのオーダーとかも、はい、あのスーツ、まあ、ジャケット、パンツ、よくベストとかそのくらいって普通、はい、イメージありますよね。イメージありますよね。あとコートとか、ね、あと、はいはい、あとシャツとか、うん、あの実はあのこれに合わせていただきたい、はい、あの小物とか、はい、バッグとか、ええ、靴、
あのジュエリーとかも全部オーダーできるようになってるんです。え、ジュエリーもできるんですか。はい、でスーツの時に使っていただきたいジュエリー、はい、というところで、はい、あのご用意も全部あのオーダーでできます。すごい、オーダーのラインナップが広いんですね。なんとジュエリーまでできちゃうとは知りませんでした。あとはお好きそうなところで言うと、はい、え、まさか、はい、ライダース僕大好きですよ。ですよね。え、これもオーダーできるんですか。はい、あのラルフローレ本人もやはりこのライディングウェアすごく、はい、あの好きだということで着てらっしゃいますよね、はい、ラルフローレさん自身がね。パープルレーベルであのこういうものをあのオーダーできるようにしております。え、全然知らなかった。ちなみにこれライダース、はい、いくらぐらいなんですか。生地に本当によるんですけども、はい、これすごいいい生地ですよね。そうですね、生地的にこれラムナッパですか。そうですね。うん、プライス的にはあのやはり70とか70万。はい、おー、いやでもそれは魅力的ですね。はい、全然考えもしませんでした。そうですね、今回のスーツとか、ね、タキシードとかコートとかはオーダーの中でもっていうのはあったんですけど、はい、ライダースまでできるんだ。もちろんあのこういうモデル以外の革の製品というのも、はい、ええ、パープルレーベルでぜひ提案したくて、いろんなあのモデル、はい、先ほどのスーツの用意したモデルのようにいろんな形で用意してます。はい、これ悩みますね。はい、いやでも今回はやっぱりあれですかね、ライダースじゃなくてスーツで生地をどうしようかな。悩みますよね。グレンチェックかグレー、まあ、グレーもね今これちょっと着てらっしゃいますしね。はい、着てるんで難しいとこですよね。本当にちょっと迷っちゃいますね。で迷うんですけど、でも、はいはい、本当に感動しました今日これ。ありがとうございます。スーツのバンチブックがこんだけ綺麗に整理されてるのは見やすいですし、はい、どうしても他のメーカー行くとこの生地なんて誰も仕立てないじゃんっていうのもこのバンチブックの中に入っちゃってるんで。そうですね、これだけでやっぱセンスのいいバンチブック見たのをこれはもう衝撃ですね。さすがラルフローレンパープルレーベル。もうできるだけあのラルフが認めた生地しか置かないというところで、それが感動ですね。はい、ラルフローレンが認めた生地、はい、そしてラルフのパープルレーベルでしか、うん、あのこの生地は使っていないので。あ、もうじゃあエクスクルーシブなんですね。そうです、あの全世界でおいてこの生地はうちでしか使ってないはずです。すごい、柄行きまで指定してるとは。はい、素晴らしい。まあ、そこまであるとかなりあの悩んでしまうと思うんですけど、うん、あとは今回スーツということで、はい、あのお探しだということなんですけど、ぜひあのおすすめしたいところとしてはラルフローレンの看板のメニューであるあのブレザー。あのこの辺もブレザー実はあのすごくスーツの生地も力入れてるんですけど、はい、ブレザーのオーダーメイドもすごく力あの入れてます。それはね僕ねちょっと今まで考えてなかったですね。でもブレザー僕持ってるんですよ。あ、お持ちですか。はい、ありがとうございます。2ボタンの、はい、これグレゴリーの、はい、グレゴリーのパターンと、はい、あと、まあ、ブレザーというかジャケットなんですけど、はい、カシミヤのネイビージャケットも持ってるんですよね。お持ちですか。でもそう言われてみれば僕が若い頃16、17の頃コンブレって言ってブレザーが流行った時期があって、はい、みんな着てたのってラルフローレンのブレザーだったんですよね。はい、だから今改めて大人になってブレザーを仕立てるっていうのもちょっといいかもしれませんね。そうなんです。しかもダブルとか、はい、あ、ちょっと待ってよ、スーツ、え、ただスタンダードのブレザーっていうのもお持ちだと思うんですけど、はい、あのラルフ の, あのパープルレーベルのブレザーは、はい、全てのブレザーに使えるような形がかなり用意しているというのと、あとは面白いんですけども、はい、こちらの一番端のバンチ、こちら実はあのネイビーブックって言われる。あ、ちょっといいですか見て。はい、どうぞどうぞ。メイドトゥメジャーネイビーブックって書いてあるじゃないですかこれ、はい、本来ならとあのブックってあのカシミヤとか、はい、あのフランネルとか、はい、あのフレスコとかっていうあのブックだと思うんですけど、ラルフローレンあのネイビーっていう生地の色をすごく大事にしていて。すごい、はい、それはあのブレザーとかに使えるようにあのブレザー専用のこういうバンチっていうのを用意してます。すごい、はい、これブレザー専用ブックなんですね。はい、ただいろんなスーツにも使えるんですけど、まあ、ブレザーにはほとんどふさわしいだろうというところで。しかもいいネイビーしか入ってないですね。はい、おっしゃる通りで綺麗、カシミヤから麻、はい、ウールのサキソニーまで、はい、すごい、これすごいな、はい、
でこちらも全部あのもう一つのバンチもほとんどネイビーで構成されているようなバンチになってまして、ごめんなさいちょっと、はい、完全に究極のスーツ作ろうと思ってきたんですけど、はい、今ピンとひらめいて、はい、ネイビーのダブルかな、いいですよね、いやちょっと忘れてましたそのラインをネイビーのダブルのブレザーって、はい、例えばグレーのウールのパンツ、はい、白のパンツ、はい、例えば血のパンみたいなものも、はい、デニム、はい、ブルーデニムから白いデニムから、はい、白いショートパンツから、はい、何でもいけちゃうじゃないですか、そうですね、ケントでダブルのボタンとか、はい、いいですね、めちゃくちゃいいかもしれませんね、そうですね、ケントの6ボタンのダブルっていうのも、はい、あのパープルレーベルで既製品で存在しないので、はい、存在しないんですね、はい、あのオーダーで作っていただく意義もございますし、着ている方もほとんどいない、いないですね、あじゃあ僕それにしようかな、はい、あの形はケント、はい、6B ダブル、はい、あとじゃあ生地、はい、あとボタンとかも選べるようになるんですか、はい、あのボタンもブレザー用にかなりのボタンの種類用意してまして、はい、おー、あ、立体的なものから、はい、こういうプレートのものから、ものまで、はい、あとはこちらも、あ、なるほど、水牛の角を削り出したものとかシェルのものとか、水牛の角削り出してても立体的なやつあるんですね、そうですね、すごっ、この中から、まあ、色とか、まあ、素材感に合わせて選んでいただき、まあ、既製品にはないモデル、はい、今回検討ということで、あの選んでいただければ本当に日本中で星葉様のみの特別なブレザー出来上がるかなと思います、それにします、ありがとうございます、ボタンでもちょっと新鮮なんで金ボタンかな、やっぱり迷っちゃいますね、ここまでいっぱいと、はい、いろいろ使えそうなんで、でもネイビーで金ボタンでダブルで、はい、なんとなくそうイメージが湧いてきました、はい、なんか最初スーツって思ってたんですけどブレザーにします、ありがとうございます、じゃああとはじゃあ最終的に素材、そうですね、どの辺がおすすめですかね、このネイビーブックから行くのがいいですか、ウール 100% そうですね、僕はこれが綺麗かな、光沢もあってですね、はい、この辺でじゃあ、はいはい、じゃあちょっと実際に着てみてもいいですか、はい、そうですね、はい、じゃあ実際にあのケントのダブルご用意しますので、はい、実際にあの肩の感じとか、はい、ぜひ着てみてください、はいはい、ぜひよろしくお願いします、よろしくお願いします、ちょっと最近鍛え始めて、あ、胸周りが若干あれですね、はいはい、大きくなってると思いますね、一度あの先ほどお伝えした、はい、あのケントのモデル、はい、あとグレゴリーでしたっけ、そうですね、その2つが看板モデルなので、ちょっと着てみていいですか、はい、両方ちょっとお持ちします、はい、お持ちしてみました、いいですね、ダブルになるとまた印象違いますよね、はい、これはグレゴリー、はい、肩周りとかは36、38、これいくつですか、こちら36です、36、はい、これでいい気がしますね、相性良さそうな感じがします、はい、ただ着丈がちょっと短すぎるかな、そうですね、1センチ、1.5センチ少し長さを、はい、でいいかもしれないですね、そうですね、はい、じゃあもう一つのケント、はい、着てみていいですか、はい、うん、同じサイズでケントをお持ちしますね、はい、36のショート、はいはい、のダブルのケント、はい、こちらは先ほどお伝えした通り、本当に製品では全く存在しない、あ、そうなんです、ブレザーとして存在しないモデルなので、パッドが薄いんでしたっけ、そうです、グレゴリーに比べると、はい、なのでちょっとサンプルの形がブレザーが存在しないので、はい、ちょっとフランネルで、はい、ご用意させてもらってます、あら、あ、でも肩こっちの方がいいかな、かなり着ていただくと違いっていうところが、はい、一番着心地と見た目というところで確かに伝わるかなと思います、うん、ちょっといいですか、はい、そうですね、最近胸幅を鍛えてらっしゃるというところで、ケントの方が少しソフトな形ですので、そうですね、若干肩幅とかも微妙に変えてるんですけど、マッチしてそうなのはケントですかね、こっちですかね、はいはい、特に、まあ、鎌とか腕周りとかも、はいはい、相性いいので、そうですね、はい、これですね、はい、これで着丈をちょっと長くする、本当にそうですね、1センチとか
あ、本当にぴったりですね、はい、1センチから 1.5 センチ、はい、若干ちょっと長くして若干筋肉ついてきたというところで、そうなんですよね、よりソフトなショルダーとアームホールになっている剣と、はい、これは今の星葉様にはぴったりかもしれませんね。ねえ、はい、あとここがね吸い付くような大きくなってきたんですよ、多分鍛えてるんでだから余計こっちの方がいいかもしれませんね。そうですね、はい、あとはやっぱり既製品とかには全くないモデルでブレザーが作れるので、はい、星葉さんのみのモデルみたいな形のブレザーが出来上がるかなと思います、はい、じゃあこれですね、はい、はい、ではこちらで進めさせていただきますね、はい、はい、お願いします。はい、肩幅とかも微妙に調整させていただいて、はい、あとはお袖もあれですね、62ぐらいですね、62ぐらいですね、はい、はい、左右差 0.5 ミリあるんですけど、まあ、一緒でも全然大丈夫ですね。もうあれですね、私たちよりもしっかりとご自身の似合うスーツが分かってらっしゃるということで、あ、っていうか袖の長さとかデータが全部頭の中に入ってるんで、すごいですね。若干ちょっと左右差だけつけさせていただいて、はい、5ミリとかぐらいでフロントが持ち上がってるので、はい、そこだけ微調整させてもらいますね。はい、わかりました、はい、そして腕の形も若干袖付けが、このところにシワが出てみたいで、筋肉の影響で腕のこの首が若干このスーツに対して、はい、そうですね、これが正しい形なので、これを少し回転させまして、はい、お芝様の首の合わせて、はい、ちょっと形も作らせていただこうかなと思います。わ、はい、かりました、はい、身幅とかはどうですか。身幅、お腹が、はい、5ミリずつぐらい出しておいていただく感じです、ね、わかりました、はい、ちょうどいいっちゃいいんですけど、はい、はい、もちろん仕上がってから、はい、微調整させていただいて、はい、そこからまたさらに仕上げてお渡しするっていうのがパープルレベルのスーツのオーダーですので、なるほど、ご安心いただければと。その間に着ていただいて、はい、少し変わってしまったっていうことであっても、はい、大丈夫ですので、はい、ご安心ください。じゃあそのぐらいですかね。チェンジポケットはつけていただいてという感じで。わかりました、はい、ではボタンとかは後ほどゆっくり選んでいただいてという形にしましょうか。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今の部分で直していただいて、はい、金額的にどのぐらいになりますか。はい、金額は今回すべてボタンとか微調整とかセカンドフィッティングすべて踏まえて、はい、一律の金額でいただいてまして、はい、はい、わかりました、はい、あとこのブレザー出来上がるのって大体どのぐらいかかりますか。はい、海外でもう本当に手作業を入れた制作になりますので、まあ、混雑時の状況にもよるんですけども、基本的には 3、4ヶ月、はい、3、4ヶ月、はい、あ、楽しみもう一度出来上がってきたものをフィッティングで見ていただけるんですか、はい、確認させていただいて、はい、微調整させていただきます、はい、なので裾とか袖とかもそこもタイミングはまだ仕上げずに、うん、半分仮のような状態で上げさせていただいてから、はい、3、4ヶ月後にセカンドフィッティングさせていただいて、はい、その後にもう一度ご来店いただくか、まあ、ご発送でも大丈夫ですけど、うん、はい、その場合でお渡しという形になりますので、見ていただけると安心ですもんね、はいはい、私たちもすごく安心ですね、はい、なのでセカンドフィッティング時にまたご来店いただくかご発送するか決めていただいて大丈夫です。わ、はい、かりました、はい、はい、ということで、今いろいろ終わりまして、ブレザーを仕立てることにしました。当初はね、究極のスーツを仕立てようかななんて思ってたんですけど、おすすめもあって、やっぱりラルフローレンパープルレーベルのダブルのね、ちょっとブレザーっていうのはこれこそ真骨頂かなと思って、楽しみに、3、4ヶ月ということなんで、お待ちしたいと思います。ぜひ皆さんもこのラグジュアリーな空間でもう最高峰のねラルフローレンパープルレーベルの世界を味わってみてはいかがでしょうか。でこの後、まあ、スーツそしてライダース、これはもう僕も本当に好きなものなんで、もうちょっと悩んで、帰りたいと思います。ということで、また皆さんお会いしましょう。今日はこの辺で。